します。おはようございます。吉岡さん入られます。お願いします。スタート。うわーい。はい、カット。カットです。すごい。ねえ、ロボット。まぶしい。スタート。それすぎ、それすぎ。それすぎた。よーい、スタート。はい。はっ。ね、すごいドヤ顔で。完璧な。完璧いただきましょう。はい、カット。では、以上で CM 撮影終了でございます。お疲れ様でした。皆さんこんにちは。今回新しくパピコの新 CM キャラクターに任命させていただきました吉岡里帆です。本当にこう昔から大好きなアイスだったので、すごく光栄だなと思いました。嬉しかったです。本当にいろんなパピコの食べ方があって、あ、こんなに楽しく食べられるんだなっていうふうに、ちょっとこう新しい発見があるカットとかもあって、すごく私自身も新鮮な気持ちで撮影しました。そうですね、やっぱ学生の時にこう帰りにお菓子買ったりとかこうアイス買ったりするんですけど、その時にこう一緒に買って一緒に分け合えるっていうのは、やっぱなんか当時すごい自然にこうパピコを一緒に分け合ってたんですけど、大人になってあれってすごい素敵なことだなっていうふうに思います。もうあれですかね、やっぱりめちゃくちゃ仕事頑張ったりですかね。はい、この間もちょっと撮影の合間にパピコ食べたんですけど、マネージャーさんと分け合って、なんかこうすごいやっとこう一区切りついたところで食べるパピコはやっぱすごい美味しかったです。パピコはですね、こう一緒に友達と分け合ったりですとか、一人で贅沢に、日本食べたりですとか、本当いろいろな楽しみ方ができる、素敵なアイスです。これからどんどんパピコが美味しくなってくる季節になると思いますので、ぜひ皆さん、それぞれの楽しみ方で、パピコを食べてください。パピコ、パピコ、2人でパピコ、1人でパピコ、湯上がりパピコ、手放しパピコ、全力パピコ、エアパピコ、パピコ、うっとうりパピコ、気分いろいろ、みんなのパピコ、パピコ、パピページも